北朝鮮の日本人拉致事件で、松原担当大臣は、北朝鮮側が主張している死亡情報を生存に変更した場合でも、その責任は追及しないという考えを示しました一度死亡といった拉致被害者に関して、えー、生きているということで、こ、え、う、ー、いうことを認めたとしてもです、ね、それは前向きなこととして評価をすると。